さあ前回の続き、地上に出てからですね、まずここにホイッスルが落ちているので取っておきましょう。このアイテムはね、1周目ではすごくピー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 鳴らして楽しげなアイテムだったんですが、まあ2周目なのでね、まあ基本的にこのアイテム意味がないので使わない感じにしておりますということで、このね、ゴミ箱あるので一緒に覚醒器もね、入れておきましょう。まあこのゴミ箱はですね、他の主人公でこのゴミ箱を開けると、その投入したアイテムをね、取れるような形になります。まあ劣化バイオハザードのあのアイテムボックスみたいな、そんな形ですね。バイオハザードの場合は全てのアイテムボックスが繋がってるんですけども、これの場合はね、ここで入れたアイテムはここでしか回収できないので、そこら辺がちょっと不便なんですが、でここでイベントですね。ちょっとよろしいですか。可愛い子ちゃん発見しましたが。すいません、こんな時に。ニラサワ署のものですが、この女性見かけませんでしたか。あ、非常に凶悪な殺人犯でしてね、この辺りに潜んでるはずなんですが。志村後ろ。あの、そこの車の陰に。何？ん？あ！貴様！このクズのせいで見つかってしまった。私じゃない！私じゃないんです！かわいそうに、このクズのせいで見つかってしまった。ちなみにあの子はね、二人目の主人公になりますので、あの子をやってる時にこの主人公の行動が影響すると、まあそういう形になります。まああの子はね、ちょっとやってると、このクズ主人公めって思うこともあるかもしれないですが、ここ雷走ってるのでね、ちょっと気をつけていきましょう。ダメージ受けちゃうので、ここら辺からジャンプすると届きます。あれに当たると結構ダメージ受けちゃうんでね。で、ダメージを受けると、この服とかも破損しちゃうっていうね、このシステムがありますので、まあ、そこら辺がちょっと要注意なんですが、で、ここですね。雨がっぱが落ちてます。まあ、今の簡易カッパよりも上位版なんですが、これは取得しておきましょう。そして、あくまでお手製のやつをね、自分で使っていくっていう。まあ、そんな感じですね。で、回路は重要アイテムなので、そしてここに最重要アイテム、ロープがあります。まあ、これがないとクリアができないので、まあ、ここは必ずね、取っておきましょう。で、こっちに行ったらですね、もうあの雷のとこ通りたくないので、ここにね、収集要素のクリスマスツリーコンパスというのがあります。このクリスマスツリーコンパスをね、取り逃さないようにね、しましょうね。まあ、ここは帰り道にあるので、まあ、大体取り逃さないと思いますけども。で、こっちですね。で、ちょっと右側に行ってからの、あ、しまった。お、乗った乗った。右側に行ってからまっすぐジャンプすれば、こっちの方に行けるので、で、ダメージも受けずにね、行けます。そして、ここら辺で、藤宮さんが待ってるので、で、藤宮さんかなりダメージ受けてるので、雨がっぱを着せてあげましょう。OK, OK。で、ここまで行くと、イベントがあって、右側にちょっと行って、まあ、ここら辺にいれば問題ないです。で、踏ん張っておけば、この衝撃にも耐えれるので、ね、ここら辺まで来たらもう、OK ですね。さあ、ここまで行ったら、あの温まりポイントでイベントがあります。ジオセクションって、簡単に言えば大きな穴なんですよね。この先、もっと水が流れ込んでくれば、他のところにも被害が広がっていて、町の東側も大変なことになるんじゃ。おそらくそうなるだろうね、うん、おそらくそうなるだろうね。だからさっさと避難しちゃった方がいいんじゃないかと思うけど。そんな、悲観的な主人公ですね。で、ここでまたコンパスがあります。クリスマスツリーコンパスはもうお別れですね。バックパック型コンパスに変えてですね。で、ここら辺でもう、ちょっと、多分ここじゃダメかな。こうして、この人の特技ね、温め合うというのがあるので、
これでちょっと温めておきましょう。じゃないと、あれ？あいつ回復してんの？これいつもここら辺で、へばってるような気がしたんだけど。ふざけないでって言われてしまった。ふざけてないのに。ボンボン突き。だいたい死にかけると思うんですけどね、あの人。で、ここに行くと、この怪しげな女がいるので、話しかけますね。これは、この女の人、宝石を盗んでいるのか？悪党ですね。その宝石は僕のものだ。こっちによこせ。この選択肢。無視されてしまったようだ。さらに無視をされたので、もう一度忠告しよう。もう一度忠告しよう。その宝石は僕のものだ。こっちによこせ。何？なら、あんたのものだっていう証拠を見せなさいよ。まったく。と言われてしまうので、で、話しかけるとね、寒いみたいなことを言うので、まじでスカフじゃなくて、渡すで、カイロを渡します。寒いでしょ？これ使ってください。このデレっぷり。この手には乗らないわ。前の男は、絆創膏と引き換えに、私の大切な宝石を奪っていったのよ。多分これは、ワンの出来事のことを言ってるんだと思います。男なんて、もう信じない。もう騙されないわ。あっち行って！どうやらね、このキャラクターはワンからいるキャラクターみたいなので。すごいわね。まったく、これでも持っていきなさい。二度と私に話しかけないで。ということで、クズ真珠というものをもらいます。なんでここクズ真珠置いてあったんだろうな。そんなもん売ってたのか。店員だろうかっていうのが明らかに店員じゃないでしょ。怪しすぎるわ。で、こっちに行くとですね、シルクハットが落ちてます。シルクハットが落ちてるので、まあ、装備したいところなんですが、ここね、雨がっぱ着てるので、取得だけしておきましょう。で、こっちに行ってですね、こっちかな。ここら辺に行くと、ここに回路があるので、もしここまでで回路を全部使い切っちゃったりしてたらね、ここで回路があるので、この回路を、さっきのね、宝石泥棒に渡してあげると、このイベントは達成できるので。で、宝石を集めるとね、最終的にいいことが起こるというか、まあ、そういう隠し要素なので、まあ集めていきましょう。そしてここに20日ネズミの20日があるので、まあ、いわゆるライトですね、があるので、取っておきましょうね。ちょっと体力的に危なくなってきているので、食事をしましょう。さあ、カップスープを。美味しそうに食うな、こいつ。美味しそうに食うわ。で、ここまで行ったらですね、こう行って、裏側の方にも実は入れるところがあるんですね。ちょっと待ってよ。ここら辺かな？うん。入る方はいいんだけど、出る方が結構難しいんですよね、ここ。視点が結構固定されるので。で、このゲームのかなり最重要アイテムというか、かなり重要なアイテムの傘があります。やっぱり、雨の日は傘を差したいということでしょうかというか、まあ雨には傘が強いというか、まあ服が濡れてしまうとね、かなり厳しくなってしまうので、この、雨がっぱを着てるのに傘を差すというね。最強ですよ。で、ここにゴミ袋があるので、ゴミ袋取っておきましょう。で、出ましょうね。これが出にくいんですよね、なかなか。斜め方向になるので、結構出にくい。で、ここそのまま落ちちゃうと、ダメージ受けちゃうので、ちょっと、なだらかなとこまで行ってからの、で、越えちゃうと。いや、ほじめさんやっぱいねえじゃねえか。やっぱ、ダメージ受けてんじゃん、あの子。なんでさっき拒否ったんだよ。好感度？
かなり死にかけてるので、こうやって命拾いしました。教師に一生を得て。で、あの子がね、こっちまで行ってくれないとイベントが進行しないので、まあ、かなり主人公もやばくなってきてるので、主人公に回路を使いましょうね。もう正直藤宮さんにね、回路使ってもいいんですけども、かなり歩いてる。早く来なさい。だからさっきの時点で温まっておけばよかったのに。ここら辺にね、藤宮さんが来るまで待って、藤宮さんが来たらもうだいぶ寒いんだから。篠原さん。あ、篠原さんじゃなくて、台になってもらってもいいですか。喜んで。ここから上がれると思うんですけど。僕が台になるのかい。やっぱりここから登るしかないと思うんですけど。と言いたいところなんですが、この主人公はクズなので。いやだ、踏み台になんかならないね。そうですよね。固くなに拒否だけど、まあ、このここはね、一番上の選択肢選ばないと進まないのでね、喜んで踏み台になりましょう。ありがとう。すみません、篠原さん。さあ、上を見るんだ篠原。お、見きましたね。何色だったかなみたいな。何かありませんか。この辺りに結びつけられそうなんですけど。ということでね、さっき手に入れたロープを渡しておきます。まあ、これをね、取っておかないとクリアできないのはこのせいですね。篠原さん、準備できました。それじゃ行きましょう。よし、ここまで来たらこっち側にスニーカーが落ちてます。スニーカーを取っておきましょうね。まあこれはどうなんでしょうね、少しいいのかな。でも、うん、運動靴の方が歩きやすそうというか走りやすそうですけど、どうなんでしょうか。そこら辺はよくわかんないですね。で、ここら辺でちょっと戻っておきたいですね。戻っておくと、こう進んでいくとですね、前の方から水が来るのが見えるのでね、ここら辺でこうやってやれば耐えることができます。いや、もうあとはね、なんか流されてくるゴミがあるんですけども、まあ、それ当たっても大丈夫なので、とにかく直進して、うん、当たってもいいから、避けるよりも当たってもいいから、とりあえずね、こうやって先に行った方がいいと思います。別に、それでどうかはなるわけじゃないんでね。これで第一部完。現在も雨量はとどまるところを知らず、羽城川の決壊部は広がる一方です。韮沢駅では事故があった模様です。続報が入り次第お伝えします。さあ、あのヘリコプターに乗り込むことができればもう家に帰れますね。おい、なんで俺を乗せないんだ。申し訳ありませんが、あなたを乗せるわけには参りません。これには重症患者の方を優先的に乗せるよう命ぜられているのです。なんだと、固いこと言わずに乗せてくれよ。我々は富士宮グループの施設救急隊なのです。富士宮様は資材を投げ打ってこの災害の収集に当たっておられます。その富士宮様のご指示なので申し訳ありませんが。お父さんが。だからって俺たちを見捨てるのか。グズグズ言わずに乗せろ。いや、僕が優先だ。僕が先だ。いや、俺が先だ。醜い争い。やっぱり重症の患者さんを優先すべきですよ。私たちは電車で逃げればいいじゃないですか。余計なことを言いやがって。余計なこと。じゃあ、
駅に行きましょう。何も間違ったことを言ってないのに二人から責められるという、かわいそすぎる藤宮さん。で、ここね、後ろに行くとこのガムテープとそしてゴミ袋のセットがあるので、もしね、雨がっぱが壊れているとかね、ソフトトップ作りたいって方はね、ここで作ってしまうのもありかもしれないですね。まあ、せっかくなんで作っておきましょうか。作ってない方ね、ソフトトップの方作ってないので、ソフトトップ作っておきましょう。まあ、結局これは3話目の主人公でしか役に立たないんですけどね。で、この後ろ、バスに乗り込むことができるので、早々とバスに乗り込んで、この後ろ、後部座席の方に、サンタコートがあるので、これを取得しておきましょう。そして、ここから出たらですね、出たら、後ろの方に行って、ちょっとこうイベント発生しますけども、このことは全然無視して、で、この、なぜか、ベンチにズボンがあるので、まあ、これは装備しておきましょうか。よし。これはね、雨がっぱと関係ないので。で、こっちの方に行くとね、コンパスがあります。コンパスが、ここら辺ね。さあ、モノレール車両コンパス。これがあるので、取って、こっち、この、雨よけのところから行って、ここにね、サンタブーツがあるので、さあ、サンタシリーズも育ってきましたね。あとは、帽子だけなんですが、帽子はもうちょっと後ですね。まあ、すぐ手に入りますけど。まあ、ここも、イベント起きますけども、無視して OK です。で、ここまで来たらね、先に、そうだ。先にね、うどん取りましょう。これ結局うどん、今の状態だと捨てることになってしまうので、うどんは取っておきましょう。取れるんだっけ？空いてる？空いてねえな。カイロ使おう。どうせカイロ使わなきゃいけないから。ここは、カイロを使って、で、取りましょうか。ちなみに一つセットがあるので、雨がっぱをね、もう一つ作ってもいいんですけども、まあ、若干体力的にやばくなるので、温まってない場合だとね、ここら辺でうどん食っといた方が、まあ、歩行スピード的にちょっといいかな、みたいな。どうしたんですか？電車は動いているんですか？とんでもない。あの通りですよ。地下のホームに入り込んだ大量の水に押し流されてきたみたいで。とにかく、駅の北口にバスが来ていますから、そちらへ行ってください。椿ケアセンター。いえ、町の東側がどうなっているか知りませんか？さあ、ここほどひどくはないと思いますが、この雨が続くようじゃ、あちらもどうなるか。とにかく北口へ向かってください。ケアセンターにいる知り合いが気になるのかい？ええ。でも、危なければ逃げているよ。だけど、その人、歩けないんです。いいから僕らも逃げようよ。いいから僕らも逃げようよ。ええ。でも、その人のことがそんなに気になるのかい？君たちまだいたのか。早く北口に向かいなさい。行きましょう、篠原さん。気まずい雰囲気になっちゃった。で、そこで待ってくれるので、よし、待ってくれてる間に、食事しましょう。うどんを、早速と、一人で。うまそうに食うなぁ。で、取ったらですね、ここに、これ見よがしにカップ味噌汁と、そしてここに、新聞がね、あります。ZZ スポーツという。一応 ZZ スポーツ、見るか。じゃ、先に、
ZZ スポーツを読んでいきましょう。絶対本命タナベルマンゴー、田辺知事が保有する競走馬タナベルマンゴーがニラサワ競馬最終レースに出走する。最新オッズはダントツ一番人気。市の発展と同様に田辺知事に期待を寄せる人は多いようだ、というね、まあ、競馬新聞なのかなこれは。まあ、スポーツ新聞でね、よくありがとう。ちょっと何やってんのこの人。で、こっち行こうとすると藤宮さんが落ちてしまうので、まあ落としておいてね気絶させておいて、まあ先に進みましょう。藤宮さんは見えそう、あと少しこんな時に何を考えているんだ。おー危な危な、飛んだ。で、ここね、先に下から行きましょう。下から行ったら、このね、バックパックがあるので、ね、これを装備することで、積載量が増えます。これでちょっとね、容量が増えるので、登らなくていいとこ登ってる。で、この中ね、入っていきましょう。ここね、すごく重要なアイテムがあるので、まずここの100円ライター、まあ、これも結構重要なアイテムですね。で、ここで一番大事なアイテム、クランクハンドル。おっと、味噌汁を先に取ってしまったからか。じゃあ、これ作るか。作ったらいけるよね。雨がっぱの方を作って、他のキャラクターに渡すような形にしましょうかね。で、クランクハンドル。そして、ここの後ろに、鍋と、そして、ここにね、ニラサワ駅の日誌があるので、取っておきましょう。まあ、鍋は、いらないですね。持ってるし。で、そうだな。また、ここで、カップスープを食べたいところなんですが、先に、この日誌をね、12月23日、天気雨、利用者数19万8273人、クリスマスを前日に控え、駅もクリスマス一色になっている、沿線のマンションのベランダにも、豪華なイルミネーションがたくさん彩られている、というね、日常を垣間見る、まあ、たった一日前なんですけどね、一変して、ここまで変わってしまった。大惨事。そしてここでもう一回カップ味噌汁食べておきましょう。食事をね、結構こまめにとっておいた方がいいですね。で、ここに行ってさっき手に入れたクランクハンドルね、で、ここ開けることができるので、ここ開けたらショートカットしてね、ここに行くことができます。で、ここから、まあ、出て行って、土のを積まれてますけどもね。まあ、さっき言った、うどんのところに、まあ、行くわけなんですけども。まあ、もううどんを取っているので、あとここね、まあ、さっきと同じやつなんですけども、ここ暗いので、まあ、100円ライターを使っておきましょう。そうすると、クランクハンドルが使えるので、使っていくと。で、本当なら20日ネズミの方で いいんですけども、あ、そうだ。このアイテムはもう必要なさそうだというね、このバイオハザードでおなじみな感じのセリフが出るんですけども、ここは罠なので絶対捨てないでください。一周目の時はここで引っかかって捨てちゃいましたけども。で、ここね、100円ライターの場合、こうやってイベントが起きます。おい、ここで何をしてるんだ。すいません、何か引火したみたいなんです。どうした、見つけたのか。いや、違うみたいだ。続けてそっちを探してくれ。分かった。助けてください、向こうに人が倒れているんです。ただいま殺人犯を追跡中なのです。申し訳ありませんが、北口に出てレスキュー隊を呼んでください。北口か。殺人犯か、物騒だな。とにか
く北口に向かおう。このイベントを起こすと2話目の主人公のね、さっき言った女の子の難易度がちょっと若干上がります。なので本来なら起こさない方がいいんですけども、まあ20日ネズミを使うかライター消すかのどっちかでいいんですけども、まああえてねあえてライターで燃やしておいて難易度上げておきましょう、次のやつのためにな。でここから実は分岐が結構でかい分岐があるんですけども、ここまっすぐ行くか下に行くか、この2つのルートがあるんですけども、まあ、本来ならねまっすぐ行ってすごく他のキャラクターの難しさをね上げたいところなんですが、邪魔したいところなんですが、今回はね下のルートで行きます。それはなぜかというと、おっとここ意外となんか見えづらいんだよね。オッケーオッケー。これなぜかというと他のキャラクターでねコンパスとかちょっと取れなくなっちゃうんですね。なのでアイテムとかちょっと重要アイテム、まあ重要っつうか、まあクリアには必要はないんですけども、まあ、収集には必要あるアイテム取れるなくなっちゃうので、まあ、今回はね泣く泣く邪魔をしないというね、もう主人公にあるまじき行為を取らせていただきますが、まあ、そこはちょっとまあしょうがないと。まあちなみに1周目はねまあ普通に邪魔しました。こっちか、登りゃいいんだ。そう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 、こっちロケハンで1回しか行ってないのであんまり道覚えてないですね。あ、こういう感じなんだっていう感じで終わったんで、よしよし、オッケーオッケー。でここからここからですね登ることができますと。そうすると藤宮さん、藤宮さん、藤宮さん、まあ、変態としては匂いを嗅いでみようかっていうのもありなんですが、まあ、ぶん殴ってみよう。マジでぶん殴るから気がついちゃったよっていう。それくらいで済んでよかったよ。ここも危ない。さあ行こう。主に主人公の傷ですが、追わなくてもいい傷を負いましたよね。結構ね、こうまっすぐ行くと、ここ、篠原さんじゃなかった藤宮さん抱えた状態でね、なんか、結構大変なことになるんですが、まあ、うん、まあ、抱えた状態だとね、この上に行って、帽子取って、で、そこの割れたところから出ていくんですが、まあ結構ね、時間との勝負になる感じになります。そうか。そうか。ここで置くのは、ああ、真珠を置こうか。そうだそうだ。真珠を置こう。真珠は正直、収集アイテムというか、クリア後に必要なだけであって、別に全然必要じゃないので。で、結局僕一周目でここ、水没しちゃったんでね、ここの、ゴミ箱使ったことないんですよね。だから、誰で関係するのかなみたいな。今の状態じゃよく分かってないんですけども。まあ、適当に入れときましょうか。で、雨ガッパーはもうちょっと後でいいので、シルクハット、サンタコート、サンタシリーズはちょっと、いいか。で、リュックサックは、これあれだっけなぁ。バックパックの方が他のキャラクター使えないんだっけな。なんか装備できない、この人だけしか装備できないようなやつが確かあったと思うんですけど、バック系で。まあ、リュックサックも次のところで行きますか。で、ここにある、これでサンタセットが揃いましたね。オッケー。あとここ用ないので、早速バスにね、乗っていきましょう。いや、平和だな、こっちのルート。ここは温まれないので。市の浸水による被害は拡大中です。韮沢駅から富坂西インターチェンジに向かう臨時の避難用バスが出ております。
避難中の方々で、ニラサワ駅近辺の方は、こちらのバスを利用してください。さあ、うまくてるてる坊主コンビが。この絵シュールだな、ちょっと。どさくさに紛れて肩に手を回す。成功してしまった。すみません、私びっくりしちゃって。あ、いや、いいんだよ、気にしないで。チラチラ見すぎでしょ。そんな様子を見た。怖すぎる。エリカちゃん偉いわね。こいつ怖え。お母さんか。お母さん。私には母がいないんです。いないってどういうこと？いないってどういう。お母さんは私が中学生の時に亡くなりました。そうなんだ。それからはお父さんと二人で。いえ、父はその後すぐに再婚して、それからいろいろあって、その再婚した相手の人が今椿ケアセンターにいるみたいなんです。はるか、紹介しよう。新しいお母さんのヨシエさんだ。よろしくね、はるかちゃん。はるか、ちゃんと挨拶しないか。子供っぽいなとバカにする。その人ずうずうしいよ。子供っぽいな。藤宮さん、それは子供っぽいよね。やっぱりそうかしら。もうすぐ着くぞ。まあしょうがないだろう。ねえ、そういう状況になったら、もしかしたらそのお母さんも演技かもしれなかったし。でもまあネタバレから言っちゃうと、すごく本当にいい人だったんですよね。だから余計悲しいっていうエピソードなんですけども、多分そのルートは見ないと思います。すみません、次のヘリはいつ来るんですか？救助隊員の話だとすぐに来るらしいが、まあいつかはわからないけどね。焦っても仕方ないですから、よし、ここまで来たらこっちの方にね。このウエストポーチがあるので、これでまた積載量が増えるので、さあ安心してこっちのアイテムを取れますね。まあ今回はね、ここでセーブして終わっておきましょう。ということで今回はここら辺で終わります。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。失礼いたします。